トリプル H は、アメリカ合衆国のプロレスラー。WWE 所属。本名、ポール・レベック。ニューハンプシャー州、ナッシュは生まれ。WWE 所属、NXT 責任者兼グローバル、タレント育成最高執行役員兼、戦略部門最高執行役員。正式のリングネームは、ハンター・ハースト・ヘルムスリーだが、頭文字を取って、 トリプル H と略して表記、故障される。公式プロフィールでは、コネチカット州グリニッチ出身。d ジェネレーション X 後期、2000年夏頃、2002年前半などの一時期を除いては、一貫してヒールレスラーであり、ヒールにとっては、勲章とも言える観客から浴びるブーイングは、他のレスラーと比べ物にならないほど多かった。レスラーとしての実力も、 彼のファンから絶賛されリックフレアーの後継者を自称しており、特に相手の技を受けた時の動きにはついては、芸術とも一部ファンから評されている。ニックネームは、残忍な知能犯をあち的な暗殺者、ザ・ゲーム、王者の中の王者など。1986年に高校卒業後、地元のスポーツジムにトレーナーとして就職。 共同マネージャーにまで出世する一方、14歳から始めたボディビルディングに勤め、1988年にはアマチュアボディビルディングのタイトルであるティーンエイジミスターニューハンプシャーを獲得した。1992年からキラー・コワルスキーの下で修行。プロレスのトレーニングを開始して3週間後の同年3月、コワルスキー主催のインディー団体筆で、 テラライジングのリングネームでデビューし、半年後には同団体の王座を獲得した。1994年からは WCW に所属。登場当初は富士大と同じくテラライジングの名義でリングに上がっていた。その後、没落したフランス貴族の末裔と称し、リングネームをジャンポール・レベックと改名。英国貴族を称する。 ロード・スティーブン・リーガルの古文となって、タッグチームを結成し、ヒールのポジションで頭角を表した。なお、フランス貴族のキャラクターは、彼の本名ラベースクが、フランス系の名前だったことに起因している。同年12月には、年間最大の PPV、スター・ケードに出場し、第2試合で、アレックス・ライトとのシングルマッチが組まれた。また、リーガルとのコンビで、 WCW タッグ王者となる路線も用意されるなど、WCW での出世の道も開かれつつあったが、WWF のトライアウトを受けて合格し、翌1995年から WWF に移籍した。ハンターハーストヘルム 3WWF では1995年4月末、コネチカット州のエセキ族のギミックでデビュー。 リングネームもハンターハースとヘルムスリーに改名した。当初はアーカンソーの養豚農夫フをギミックにしていたヘンリー・オー・ゴッドウィンと構想を展開。試合中に豚の餌を頭からぶちまけられたり会場内に特設された豚小屋で戦ったりと現在では考えられないような汚れ役を演じていた。翌年のレッスルマニアエルブではアルティメットウォリアーの対戦相手として レッスルマニア初出場。バックステージではクリックのメンバーとなり5月19日のカーテンコールと呼ばれる事件をきっかけにマネージメントの怒りを買ったが10月21日にはマーク・メローを破って初の IC 王座を獲得。1997年キング・オブ・ザ・リングでの優勝後、ショーン・マイケルズ、チャイナと共に D ・ジェネレーション X を結成。 トップレスラーの仲間入りを果たした。略称のトリプル H の故障を使うようになったのも、この頃からである。1998年、レッスルマニア14後腰の負傷のためリングから離れなければならなくなった、マイケルズに代わり、彼を追い出しリーダーとなって、第2期デラックスを結成。その後、デラックスは、次第にベビーフェイス的人気を得るようになったが、 トリプル H 自身はデラックスを裏切り1999年にヒール転校 WWF 世界ヘビー級王座戦線に参入してザロックラとの構想に入る。8月23日にはマンカインドを下し WWF 世界ヘビー級王座を初退官。WWF 社長ビンスマクマイホンと構想を開始し、 彼に王座を奪われるも、王座決定戦の生死脱会に成功。11月14日ビッグショーポール・ワイトによって、再び王座から陥落するが、11月29日、まだ青春早くだったステファニー・マクマホンとストーリー上、強引に結婚し、ビンスとの遺婚をさらに深める。翌月ステファニーが父を裏切りトリプル H と組んだ、ことで、いわゆる、昭和ル夫婦が誕生し、 WWF における支配体制を確立した。2000年1月ビッグショーを下し王座を奪回2月には、カクタスジャックとしてのフォーリーをハードコア戦で激闘の末退け防衛、レッスルマニア2000のメインイベントでも WWF 女子王者となったステファニーと共にロック、フォーリー、ビッグショーの3人を相手に王座を守り切った。 その後もプッシュの勢いは止まらず、王座をめぐりロック。さらには、妻、ステファニーの、不倫相手カートアングルと激しい抗争を展開。9月からはもう一人の WWF の、絶対のヒーロー、ストーンコールドスティーブ・オスチンとの抗争を繰り広げ、2001年の、スリー・ステージ・オブ・ヘルセンでは、WE w 史に残る、名勝負を演じた。レスルマニア X7 では、 前年5月以来の因縁を引きずる時、アンダーテイカーに挑戦して破れるも、これは、名勝負揃いの同大会中でも、出色の強い試合であった。完全に、WWF の顔役となり全てがうまく、いっているかに見えたが、5月21日の、RAW にてオースチンとのタッグで、クリス・ベノワクリス・ジェリコ組を相手に、タッグ王座の防衛戦中。 左足の大体四頭筋を断裂する重傷を負い、長期欠場を余儀なくされる。入場時に、コーナーに登り、観客にアピールするトリプル H2002 年1月、ロイヤルランブルのロイヤルランブル戦で復帰、優勝を果たしレッスルマニア X8 での王座挑戦権を獲得。2月には、ステファニーと離婚し、レッスルマニアでは、彼女と組んだクリス・ジェリコを下して、 WWF 統一ヘビー級王座を獲得。同年のブランド分割時には王者であったためどちらの番組にも属さず、7月にショーン・マイケルズの誘いで RAW を選択する。後日、マイケルズからデラックスの再結成を持ちかけられるが、突如彼に襲いかかると絶縁を宣言。サマースラムではマイケルズの復帰戦の相手を務めた。 翌日の RAW で、アンダーテイカーを下し、WWE 王座への第一挑戦者権を獲得したが、WWE 王座が、スマックダウンの管轄になったために、9月2日、エリック・ビショフから、WCW 王座の系譜を組む、新設の世界ヘビー級王座初代王者に認定される。以降は、同王座戦線の絶対的な主役として、 負けそうで絶対に負けない王者として君臨する。2003年、リック・フレアー、バティスタ、ランディ・オートンと共にヒールのユニットとして自らの派閥エボリューションを結成。しかし若手の二人が相次いで怪我で長期欠場したためすぐにフレアーと二人で行動することになった。引き続き RAW での中心的キャラクターであり続けたが、この時期は トリプル H のファンたちからは不遇の時期と取られている。この頃構想したスコット・スタイナー、ケビン・ナッシュやゴールドバーグ等元 WCW のメインイベンターたちはタイプ的には不器用な選手が多く彼の技術をもってしても名勝負は生まれず。アンフォーギベンでゴールドバーグに王座をダッシュされるがバティスタとオートンの復帰と時を同じくして アルマゲドンのトリプルスレッド戦で、再び王座につく。2004年、ショーン・マイケルズとの交想が復活し、さらにレッスルマニア XX で、クリス・ベノワに敗れて、王座を手放してからは、ベノワとも交想を開始。しかし、マイケルズと争って、王座を自分の手で取り返す前にサマースラムで、エボリューションのメンバーのオートンがベノワに勝利し、王座体幹となる。 このことからオートンに嫉妬し王座ダッシュ記念の祝賀会でバティスタとフレア同意の上でオートンを裏切り暴行エボリューションから追放する以降はエボリューションとオートンベノアジェリコトーベビーのスーパースター軍との構想が RAW のメインストーリーとなる2005年2月4日に開催された WWE 初の日本でのテレビショーロード2レシルマニア21ジャパンツアー埼玉スーパーアリーナ大会でエッジとの世界ヘビー級選手権試合としてメインイベンターを務め勝利。試合後、お前たちが WWE だというメッセージを残し大会を締めた。その埼玉大会の直前に行われたロイヤルランブル2005フレズの大会で優勝し 着実に実力をつけているバティスタを脅威に感じ、埼玉大会後、スマックダウンへ移籍させようと格索したが、それに気づいたバティスタに欺かれ、レッスルマニア21ハリウッド大会で、対戦、敗れる。レッスルマニア21でバティスタに王座を奪われた後も、バックラッシュ、ベンジャンスで再挑戦するが、いずれも敗北。以降、疲労から、長期休養に入り、 またフレアーもベビーターンしたためエボリューションは消滅した。10月の WWE ホームカミングにてフレアーとのタッグで復帰。しかしすぐさま名優フレアーに配信行為を働き、構想を開始。タブーチューズデーで敗れたが、翌月に行われたサバイバーシリーズでのラストマンスタンディングマッチでは勝利を収める。 ニューイヤーズレボリューションでビッグショーに勝利した後、RAW で数週間にわたって開催された、WWE 王座挑戦者決定トーナメントで優勝し、レッスルマニア22でジョン・シナと対戦するが敗れる。その後、バックラッシュでシナ、エッジとのトリプルスレッド戦で再挑戦したが、ここでも敗れた。デラックスレッスルマニア22でのシナとの王座戦では、 D-Generation X のポーズを取り、同大会で、ビンス・マク・マホンと対戦したショーン・マイケルズも、デラックス・チョップを行ったため、第3期 D-Generation X 結成の噂が流れた。レッスルマニア22以降の RAW でも、マイケルズと構想しているビンスとの確執ストーリーが、見え始め、特別レフェリーを命じられた試合でレフェリーを放棄し、 その後マイケルズが代理のレフェリーとして登場する、遠数々の伏線が張られた後、ベンジャンスで、ついに第三期 D ジェネレーション X が結成された。復活後は、再結成の発端となったビンスに標的を定め、ビンスの息子のシェイン・マクマホン、スピリット応援団、さらにビンスがイカップリングウィズから呼び寄せた、イカップリングウィズ世界王者のビッグ、ショートの構想を開始。 サマースラムでビンス親子との直接対決で勝利し、続くアンフォーギベンで史上初となる、ハンディキャップ形式ヘルインアセルでビンス親子ビッグ、ショートの2対3の苦しい戦いを強いられたが、流血戦の末にビンスをピンフォールし、構想は決着した。その後、10月2日の RAW で、WWE 王者ジョンシナタイエッジの王座戦に、 乱入し妨害したことで、エッジが激怒。デラックスを排除するという共通目的のかけったくした、エッジランディ・オートンの新タッグ、レーテッド・ RKO との構想に突入した。サイバー・サンデーでは、エボリューション時代に凶暴していたモトラウムのビショフが、スペシャルレフェリーとなったが、ビショフは、レーテッド・ RKO に加担し、 結果、スティールチェア上に、オートンの RKO を受けて敗北。サバイバーシリーズでは、トリプル H、マイケルズ、ハーディーボーイズ、CM パンクからなるチーム D ・ジェネレーション X で、チームレーテッド RKO との伝統の5対5、エリミネーションマッチに挑み史上初のスイープを、達成した。しかし、年明けのニューイヤーズ・レボリューションにて、レーテッド RKO との世界タッグ王座戦中に、 今度は2001年とは逆の右足の大体温頭筋を断裂する重傷を負ってしまい、以降長期欠場に入る。夏頃より、トリプル H の復帰告知が始まり、これにキングブッカーが反感を示すストーリーが組まれる。サマースラムにて、キングの称号をめぐりトリプル H 対、キングブッカーの対戦が行われ、復帰を勝利で飾る。 その後、馬賀との構想の後のオマーシーの、第1試合で、ランディ・オートンとの WWE 王座戦に挑み、勝利、2年半ぶりの王座を手にする。第4試合での馬賀との試合では王座を防衛。しかし最終試合でのオートンとのラストマン、スタンディング形式での再戦に敗れ、わずか数時間で王座から転落する。2008年、2月のノーウェイアウトのチェンバー戦に勝利し、 レッスルマニア24では、オートン、ジョン・シナとの3つともえの WWE 王座戦に、挑むが勝利を逃す。翌日の RAW では、リック・フレアの引退式のプレゼンターを務めた。4月のバックラッシュにて、オートン、シナ、JBL とのフェイタル4ウェイエリミネーション、形式王座戦を制し12度目の王座を獲得。その後行われたドラフトによって2ブランド制以降、 初めてとなる、スマックダウンへの移籍が決定。シナトのナイトオブチャンピオンズでの防衛戦に勝利した、ため、WWE 王座と共に移籍となる。スマックダウン移籍以降は主にエッジなどと構想。11月のサバイバーシリーズでは、ジェフ・ハーディー、ウラジミール・コズロフと三つどもへの WWE 王座防衛戦の予定が、当日ジェフが何者かの襲撃に合い病院へ、 搬送されたため試合開始からしばらく、ゴズロフとシングル戦で対決。しかし試合途中で、ビッキー・ゲレロが現れ、サマースラムにおいてジ、ジアンダーテイカーに仮装されて、以降休養していたエッジを参戦。さらに病院に搬送されたはずのジェフが乱入。そして、ジェフがエッジに放った椅子攻撃がトリプル H に誤爆してしまい、そのままエッジに、 WWE 王座を奪取された。アルマゲドンでは、エッジ、ジェフとの三度のえの WWE 王座戦で、王座奪還を狙うも破れ、ジェフが初、はじめ感となる。2009年に入り、ロイヤルランブルでは、レガシーの援護もあったランディ・オートンに優勝を奪われるが、その後のノーウェイアウトで、エリミネーションチェンバーマッチで13度目の大冠となる。 wwe 王座を獲得。時を同じくして、マクマホン家と交渉中だったオートンが、ステファニー・マクマホンを攻撃するに及んで、ストーリー上では離婚したとされていたはずのステファニーとの、夫婦関係が復活し、レッスルマニア XXV での対決を宣言、これに勝利し王座を防衛した。4月のドラフトで、wwe 王者のまま RAW へ復帰。 移籍後も、オートンと交想を続けるが4月26日の、バックラッシュでのオートン&、レガシータイトリプル H& バティスタ&、シェイン・マク・マイホンの変則 WWE 王座戦にて、オートンのパントキックを受け王座陥落、球場に入る。その後6月に復帰、オートンに、レガシーの介入で敗れてからは、王座戦線から離れショーン・マイケルズと、D ・ジェネレーション X を再結成。 レガシーのテッドデビアス・ジュニアとコーディローデスにターゲットを変更する。この構想は、ヘルインやセルで勝利し決着した。またこの頃デラックスグッズに身を包み、デラックスの真似事をするホーンスワグルを煙たがっていたが、最後には根負けし、ホーンスワグルをデラックスの公式マスコットとした。12月の TLC、テーブルズ・ラダーズチェアーズでは、クリス・ジェリコ ビッグショーに勝利し、統一タッグ王座を獲得。2010年、マイケルズが、レッスルマニアでのジ・アンダーテイカーとの再戦に、固執し始めたことで、チームワークが乱れ始め、2月の RAW では、息が合わず、ミスを連発し、タッグ王座を失う。その後、マイケルズと揉めたものの、すぐに和解し、テイカーへの挑戦に理解を示した。エリミネーションチェンバーでは、 w w e 王座奪回に挑むが敗れる。この試合でトリプル H により敗退させられたシェーマスとのイコンでレッスルマニア XB で対決し勝利。翌日の RAW ではテイカーに敗れ引退が決まったマイケルズのスピーチに現れ包容し長年の親友を送り出した。その後4月のエクストリームルールズでのシェーマスとの再戦にて 頭部ににに発のブローグキックを受けるなど猛襲に遭い長期離脱に入った10月30日の RAWSD 共催ファンアプリシエーションデーでは、人よ限りで復活。アルベルトデルリオを襲い自身の存在を見せつけた。その後も、基本的にバックステージでの仕事に奔走し、ショーへの復帰はしないまま年を越した。 2011年2月21日の RAW にて2.211プロモーションを行い大々的に復帰したジ・アンダーテイカーの入場直後に突然登場し電撃復帰を果たす。そのままテイカーと対峙しレッスルマニアでテイカーの連勝記録への挑戦が決定した。翌週には長期離脱の原因となったシェーマスを 実況席貫通のペディグリーで、腰必要な復讐を遂げた。レッスルマニア X バイでのテイカーとの一騎打ちでは、客席からブーイングが起こるほどの激しい攻めでテイカーを、攻めるものの、最後は、ヘルズゲートの前にたまらずギブアップしてしまい、連勝記録を止めることはできなかった。4月26日、w WE の新ブランド戦略の一環として、 発足したタレント開発部門の統括に就任した。7月18日の RAW にて、ビンスマクマクイホンの不信任案が役員会で可決されたことをビンスに告げ、その場でビンスの CEO 解任を言い渡した。この役員会の決定ストーリーにより、公認のチェアマンに就任し、翌週からは COO として番組に登場し権力を振るうこととなった。 8月のサマースラムのメインイベントにて、パンク対ジョンシナの WWE ヘビー級統一戦のレフェリーを務め、疑惑のジャッジでパンクを勝利に導いたが、ケビン・ナッシュが乱入し、パンクを襲撃。さらにアルベルト・デルリオのマネー健講師による、WWE ヘビー級ベルトの脱取り劇が起こり、自分に恥をかかせるために全てを、トリプル H が仕組んだと主張するパンクと構想が激化。 トリプル H が敗北したら COO 辞任を条件にタンクと対決することとなる。また、9月5日の RAW にてサマースラムラストで不可解な介入行為を行ったケビン・ナッシュを一方的に解雇すると通告した。9月18日の PPV 大会ナイト・オブ・チャンピオンズにてノードラゴンクエスト戦でタンクと対決。この試合にもケビン・ナッシュが乱入。 最終的にナッシュがパンクをジャックナイフでダメージを与えたところを利用して勝利を奪い COO の座を守った。その後、ローリネーティス副社長側の言った様々な行為に対して苛立ちを募らせ自身が現場責任者就任時に否定したビンスのやり方そのままに水とアール・トゥルースに一方的な解雇通告を行い PPV ヘルインやセル工業中に乱入してきた二人に制裁行為を行ったことをきっかけに現場スタッフからの人望を失い最終的にストライキを決行される。10月10日、RAW にてストライキに参加しなかったシナ、パンク、シェーマスの協力を得て4人で番組を進行させていたところにビンスが現れ取締役会の決定によりトリプル H を 更迭すると決めたと告げられ、現場責任者と RAW の GM 代行の任を解かれた。権力者のポジションから離れ、ローリネーティス新 GM 代行一派との構想。タッグ戦で、ケビン・ナッシュと対決も、単価で運ばれてしまう。トリプル H は、ナッシュと1対1での決着戦を要求。12月18日の PPV 大会、DLC にて、 スレッジハンマーラダーマッチで対決し、勝利を奪った。2011年は、過去に比べて明らかに、試合数が激減しており、前述のテーカー戦を含め年内に行った試合は、わずか4試合だった。2012年1月30日、RAW にて、ジョン・ローリネーティス GM 大行 WWE の COO として査定することとなる。 しかし、査定結果を告げようとしたところでジ・アンダーテイカーが現れ、トリプル H に首をかき切るポーズでアピールして、レッスルマニア28でのリマッチ要求をした。2月13日、RAW に HBK ショーン・マイケルズが登場し、アンダーテイカーとのリマッチを強く要望。しかし COO トリプル H は、もう一度戦えば自分が勝つそれは分かっているが、 アンダーテイカーというブランドを終わらせてしまうこととなり、会社にとってのデメリットが大きい。と返答しりマッチを拒否。2月20日、改めてリング上で、アンダーテイカーと対面。アンダーテイカーの様々なマイクアピールに脳を突きつけ、引き上げようとしたところで、アンダーテイカーに、ショーン・マイケルズができなかったことを、自分もできないと思っている。お前はずっと、 ショーンの後ろを歩いてきたの言葉を聞くと冷静な表情から一変し闘争心をむき出しにしてリマッチを受託した3月5日ショーン・マイケルズとのマイク合戦にてアンダーテイカーとのリマッチを受託したやりとりのお前はショーンの格下の部分にトリプル H が過剰反応した点をめぐり微妙な空気が漂わせたが最終的にショーン・マイケルズが レッスルマニア28で特別レフェリーを務めると宣言した。4月1日、レッスルマニア28にてエンド・オブ・アン・エラと名付けられたヘルインがセル形式のアンダーテイカー戦に出場。激戦の末、パイルドライバーに屈した。試合後自力で立ち上がることができなかったトリプル H をアンダーテイカーとショーン・マイケルズが両脇を抱え、抱擁し合うように退場した。 その後 RAW とスマックダウンの両 GM となったジョン・ローリネーティスがブロックレスナーと無茶な契約をしたことでレスナーと構想をサマースラムにて決着をつけようとしたが木村ロックを受け席配したまたそれに前後して RAW 旋回記念放送では D ジェネレーション X としても登場しているその後12月のスラミー賞では久々に登場し プレゼンターとなった。ポールヘイマンの策略により、自身のキャリアをかけることになった、レッスルマニア29の、ノーホールズ、バードマッチで、ブロックレスナーと戦い勝利する。続くエクストリームルールズでの金網戦では、赤敗大ダメージを受けた翌 RAW にて、カーティスワクセルとの対戦中に、体調不良を起こし、試合は中断された。その後、 トリプル H の体を心配し試合をさせまいとするマクマホン会長と食い違いが起き3ヶ月ほど権力者同士としての構想をバックステージなどで繰り広げたしかしレフェリーとして参加したサマースラム2013のラストで WWE 王座戦に勝利したダニエル・ブライアンを沈めマネーの権利を持つランディ・オートンに王座を奪わせることでヒールターンし ビンス会長やオートンと結託。オーソリティと呼称される派閥を指揮し、ブライアンを叩き潰すべく構想を開始した。プバウェイナイトオブチャンピオンズのオートン対ブライアンの WWE ヘビー級戦の結果をレフェリーとブライアンの凶暴による反則として、大財道を取り消しにしたり、プバウェイヘルインアッセルでは、試合に直接介入するなどあらゆる手を使い、 ブライアンに王座を取らせないように行動した。また、ビッグショーとのスター契約をちらつかせたストーリーを展開したり、オートンの持つ WWE、世界ヘビー級王座とジョンシナの持つ世界ヘビー級王者の二つの王座の統一ストーリーなどに関わった。ダニエル・ブライアンとの交想は一時の空白期間を経て、ロイヤル・ランブル分けから再開。 ブライアンは2014年2月24日の RAW にて、レッスルマニア30でのトリプル H との対戦を迫るが、トリプル H は対戦を拒否。しかし3月10日の RAW にてリングを選挙したブライアンが改めてトリプル H に対戦を迫った上、自分が勝ったらメインイベントの WWE 世界ヘビー級戦に加われる権利を得られるように変更する。 要要求観客のイエスちゃんとの後押しで、引っ込みがつかなくなり、翌17日の RAW で、WM30 でのトリプル H 対ブライアン戦と、メインイベントの WWE 王座戦に、自分たちの試合の勝者が加わる、WWE 世界ヘビー級戦。 トリプルスレッドマッチとすることへの変更を決定させることとなった。この日は他にも、ステファニー夫人との夫婦の意見の行き違いを装った、騙し打ちでブライアンに報復したり、オートンとバティスタに対し、ブライアン戦で自分が、勝ちトリプルスレッド戦に自分が加わってやる、と声を荒らげて宣言するなど、WM30 に向けて激しくアピールした。 4月6日の WM30 にて、激闘の末ブライアンに敗戦した。その後メインの WWE 王座戦に介入を、試みたが、妻やレフェリーのスコット・アームストロングもろとも蹴散らされた。翌日の RAW ではオープニングでその日の、メインでのトリプル H 対ブライアンの WWE 王座戦を、一方的に決め試合前に、ブライアンを、オートン、バティスタ、 ケインらに襲撃させ袋叩きにした上で、権力を行使しその場で、WWE 王座戦を強行開始させ、王座を奪い取ろうとしたがシールドが登場し阻止された。シールドが完全に自分たちと敵対する道を選んだため、シールドを叩き潰すべく、オートンやバティスタとエボリューションを再結成した。RAW とスマックダウンでは権力を振りかざした。 ヒール勢の掌握で構想を有利に進めたが、PPV 戦での3対3での決戦では連敗。6月の PPV ペイバックの翌日の RAW では、自身に歯向かい、WWE 王座戦を要求したバティスタと衝突。バティスタは会場から立ち去り組織を離脱。しかし同日に、シールドとの試合前に、トリプル H が、 次のプランを実行すると口にするとセスロリンズがシールドを裏切り組織に寝返った。その後も自らの提唱する WWE の利益のため様々な策を講じていたがビンス会長がサバイバーシリーズでチームシナとチームオーソリティの敗者チームにリスクを背負わせると発表。SVS でチームが負けた場合トリプル H とステファニーは権力を失うということが 決まり、当日あらゆる手段を使い組織を勝利させようとしたが、スピングが現れシナたちに協力。組織は、破れ権力を失いしばらく RAW などの表舞台から姿を消したが、12月最後の RAW で非合法的やり取りで権力を奪い返し表舞台に復帰。1月19日の RAW で、品体、セスロリンズ、ビッグショー、ケインのハンデ戦を組み、 シナから、WWE 王座挑戦権を奪い取ろうとしたが、またしてもスティングが現れ、シナの勝利に貢献した。このことを機にスティングとの交想を本格的に開始した。3月29日、レッスルマニア31にてスティングと遺恨戦を行う。中盤まで一進一退の攻防が繰り広げられ、D-GenerationX のメンバーが駆けつけるが、迎撃され、 さらにヌオーの登場により劣勢となるが、終盤に援護に駆けつけたショーン・マイケルズが、スコーピオンデス・ロックを極めるスティングに、スイートチン・ミュージックを決めて、トリプル H を救出。最後は、互いの最終手段のスレジッジハンマーとクロバットの攻防になり、これを制して勝利した。試合後には、スティングと握手を交わした。1月24日、ロイヤル・ランブル2016にて、 ロイヤル・ランブルマッチ形式の WWE 世界ヘビー級王座戦に最終出場者である30番手として出場。ロマン・レインズと対峙して口論を展開。ドルフ・ジグラーからフェイマーサーを喰らうが、立ち上がってから走ってきたジグラーの勢いを利用して落とし、シェーマスへスーパーマンパンチを放ち落としたレインズを背後から襲い落とす。 最後に、ディーン・アンブローズと一騎打ちとなりロープ街で窮地に立たされるが勢いをつけて走り込んできたアンブローズの顔面へカウンターの膝蹴りを与えると抱え上げて落とし優勝。WWE 世界ヘビー級王座を体感した。4月6日、d g ジェネレーション X として、ショーン・マイケルズ、チャイナ、X、パック、ロードドッグ、ビリーガンと共に、WWE 殿堂に迎えられた。 デラックスの仲間であったチャイナとはプライベートで恋人同士であった。チャイナは二人が婚約していたと主張し、トリプル H がドラマ上で夫婦を演じていたステファニー・マクマホンが彼を奪ったのだと非難したが、実際にはトリプル H とチャイナは2000年にはすでに破局を迎えていた。ステファニーとトリプル H が現実に恋愛関係に発展したのは2001年以後である。 トリプル H は、ストーリー上では2002年に離婚したステファニーと、実際に2003年秋に結婚。マクマホンファミリーの一員となったことで、WWE 幹部として、プロデューサーも務め、会社内の発言力を持つようになった。スマックダウンのジ・アンダーテイカー同様、RAW のバックステージでは、ボス格として知られている。選手に対する面倒見も良いが、 好き嫌いが、はっきり分かれるようで彼に、もう戦いたくないと嫌われると WWE での出世の道は絶たれるという説もある。現にビリーガンが、トゥネームパックと放送中に、DX のあり方について批判したり、来の、ジェシー・ジェームスらからも良くない印象を持たれている。ベテランとなった現在では、若手世代を熱心に指導しており、自身が肩入れするシェーマス。 ドリュー・マッキン・タイヤなど現在 WWE での実績が希薄な選手に活躍の場が多く与えられているのは彼の影響があると考えられている。自分なりに長年構築してきた独自のプロ意識を持っていることで知られる。リアリティ企画のタフイナフにおいて自身の業界への愛情を候補生たちに熱く語っており、その番組内で部屋に ビルゴールドバーグのポスターを貼った。候補生とゴールドバーグについて、この業界は楽じゃない。腹が痛かろうが、爪が痛かろうが絶対に、リングに上がらなくてはいけないんだ。トップレスラーでありながら3ヶ月休む時間が必要だ。ストーリーラインが気に入らないから、TV ショーにも出ないなんてことを平気で言う奴を、尊敬する奴はこの団体に入らないと今なお、 彼を必要に非難している描写があった。ペディグリージャンピング、ハイニー WWEO ジャジのトリプル H 世界ヘビー級オーザジャンポールレベックに関するカテゴリー。ありがとうございます。